任天堂パワーは、1997年9月30日から2007年2月28日まで、日本国内のローソン及び任天堂が実施した、ゲームソフトの書き換え販売サービスである。フラッシュメモリを搭載した書き換え専用カセットにスーパーファミコンやゲームボーイのソフトを書き込んで販売した。当初はローソン各店舗へ設置されたマルチメディア端末機、ラッピー、ロッピーで供給されるサービスの一つとして運営された。しかし、需要の低下から2002年8月31日にローソンでの書き換え、サービスを終了し、2002年9月1日からは各地の任天堂サービスセンターへ直接申し込む形式に変更された。スーパーファミコン用ソフトの書き換えは1997年9月30日からローソン各店で6P 導入とともに順次開始され、ゲームボーイ用ソフトの書き換えは2000年3月1日からローソン全店で一斉に実施した。当初はローソン以外の店舗による供給も計画され、スーパーマーケットのダイエー、ゲームソフト販売チェーン店ブルートやワンパク小僧の一部店舗による試験サービスも提供されたが、本格導入には至らなかった。このサービスは、6P の主要サービスとして、ゲームソフトの店頭販売を求めたローソンと、任天堂64発売後のスーパーファミコンを、ゲーム入門機と位置づけ、再活性化と、旧作ソフトの安価な再供給を狙う任天堂の思惑が一致し企画、開発された。任天堂は、任天堂パワー開始前にも類似のサービスを実施した。ファミリーコンピュータディスクシステムではディスクカードへのゲームデータ書き換え販売サービスを実施し、スーパーファミコン用周辺機器サテラビューを端末としたデータ放送ではフラッシュメモリを搭載した専用の記録媒体に受信した番組データを保存した。このサービスの目的、利点は以下の通り。6P にはあらかじめゲームボーイカートリッジの挿入口が用意されており、ゲームボーイ用ソフトの書き換えは当初1999年11月1日から全店一斉に開始する予定だったが、同年9月に台湾にて発生した921大地震によりカートリッジの安定供給が困難となったため延期された。書き換え開始直前の1999年10月にはゲームボーイソフトの書き換え開始を見込み、ローソンにて、スーパーマリオランド3マリオランドをあらかじめ書き込んだ、プリライト版ギガバイトメモリカートジが予約販売された。しかし任天堂は予約開始後に店頭、書き換えサービスの延期を決定し、予約者に対しては、商品同封の文書で、店頭サービスの延期を告知するとともに郵送による、先行書き換えサービスを実施した。その後2000年3月1日にローソン店頭でのゲームボーイソフト書き換えサービスが開始され、店頭ではスーパーマリオランド3マリオランドのプリライト版ギガバイトメモリカートリッジが販売された。このプリライト版はサービス開始記念及び延期のお詫びとして限定供給されたもので、通常品と同額で販売された。書き換えサービスの利用方法や6P などの機器操作が難しいこと、大多数の旧作ゲームはサービスを利用するよりも、中古ソフトを購入した方が安く済むため、本来の安価にゲームを供給する目的との矛盾が発生していたこと、さらに一般層への PR 不足、他社の次世代ゲーム機の台頭もあったことから、利用者は主に任天堂製のゲームや、レトロゲームの愛車、次世代機の購入が遅れた人々に限られた。年月の経過に伴い新しいゲームソフトの供給も減少し、スーパーファミコン用新作ソフトは2000年12月のメタルスレーダーグローリーディレクターズカットを、ゲームボーイ用新作ソフトは2002年1月のラッピーパズルマガジンひらめくパズル第3号を最後に投入を終えた。任天堂は2002年5月31日に、ローソン店頭サービス及び書き換え専用カセット売りの終了を公表、6P の画面上や店頭配布のカタログ、任天堂のホームページにて終了告知がされ、2002年8月31日をもって店頭サービスは終了した。店頭サービスの終了に至った理由は以下の通りである。ローソン店頭サービスが終了した翌日の2002年9月1日からはカセットの所有者へ向けた救済措置として任天堂サービスセンターへ直接カセットを発送または持ち込みし申し込む形式に変更され、代金の支払い方法は合計金額により2つの方法に分かれた。税込999円以下の場合にはカセットと共に書き換え代金と同額の切手を同封し発送した。税込1000円以上の場合には発送時に切手を同封する必要はなく、返送時にカセットが代金引換便として発送され、運送業者へ書き換え代金を支払った。ただし切手による支払いは後に廃止され、代金引換のみへ一本化された。この形式によりサービスは継続されたが、2007年2月初頭、任天堂ホームページ外の任天堂パワーのページにおいて終了の告知がされ、2月28日受付分をもってサービスは終了した。任天堂は利用者へ送付した文書において、電子機器環境の変遷により、サービスの維持継続が困難となったことを説明した。任天堂は類似のゲームソフト販売サービスとして、Wii においては、バーチャルコンソールと WiiWare の任天堂DASHIにおいては、任天堂DASHIWare の供給を開始した。これらのサービスは、家庭や店頭のインターネット接続環境からゲームソフトをダウンロードし、ゲーム機本体に内蔵されたフラッシュメモリ、または市販の SD メモリーカードへ記録させるため、特殊な周辺機器や記憶媒体は必要としない。2007年7月には、スーパーファミコンソフト、ファミコン文庫始まりの森が、任天堂パワー書き換え専売ソフトとしては初めて、バーチャルコンソールへ供給された。ローソン店内で購入、または持ち込みした書き換え専用カセットを、ローソン店内の 6P へ用意されたスロットへ差し込み、書き込みたいゲームを 6P の画面で選択する。この際書き換えカセットの空き容量が足りない場合は、消去しても良いゲームも選択する。その後ゲーム選択を終えたカセットと 6P から発行された申し込み券を店内のレジへ持ち込み代金を払うと、店員の操作によりカウンター内のゲームライターで書き込み作業が行われた。書き換え後には購入、消去したゲームソフト名を印刷した伝票がカセットと共に渡された。6P 以外の機器はすべて店員が操作した。店頭サービス終了後、ゲームライター、ゲームチェッカー、ゲームボーイコンバータはすべて任天堂により回収された。スーパーファミコンソフトの書き換えサービスを利用するには、SFメモリカセットがゲームボーイソフトの書き換えサービスを利用するには、ギガバイトメモリカートリッジ GB メモリカートリッジが必要であった。これらの書き換え用カセットは、ローソン店内のレジカウンターで常時販売されたが、店頭書き換えサービス終了の2ヶ月前となる2002年6月30日、もって販売を終了した。SF メモリカセットは、税抜き3980円、ギガバイトメモリカートリッジは、税抜き2500円で販売され、販売期間中の価格変更はされなかった。形状は通常のスーパーファミコン用カセット、ゲームボーイ用カートリッジと同一で直接ゲーム機本体に差し込むことができる。いずれも識別のために外装プラスチックは白色に統一され、価格を抑えるため台湾にて製造された。ラベル部には番号付きのマス目が印刷されており、ここには同梱の手書き用タイトルラベルや雑誌付録などで配布されたタイトルシールを貼ることができた。内部にはゲームソフトウェアの記録に使用されるフラッシュメモリとゲームの進行状況や得点などの情報を保存するためのバッテリーバックアップ機能に使用される SRAM コイン型リチウム電池が搭載された。フラッシュメモリと SRAM の容量はブロックと呼ばれる独特の単位で管理された。フラッシュメモリは F ブロックの名称で8単位に、SRAM は B ブロックの名称で16単位に分割され、書き換えソフトが使用するデータ容量もすべてブロックの数で表現された。一つのカセットには最大で7つまでのゲームタイトルを記録することができた。電源投入時には、どのゲームで遊ぶかを選択するためのメニュー画面が表示される。ただし F ブロックを8つすべて使用するソフトが書き込まれている場合、メニュー画面は表示されず、すぐにゲームが開始される。メニュー画面には、ゲームの選択機能のほか、各々のゲームが占有する容量や空き容量の確認機能、画面下部の文字スーパーによるメニューの操作方法、人気ゲームタイトルの紹介機能も用意された。このメニュー画面のプログラムは F ブロックを1つ消費するため、1つのカセットに書き込めるゲームの最大数は7タイトルまでとされた。ゲーム中にリセット動作をしてもメニュー画面には戻らないため、他のゲームを選択する場合は一度本体の電源を切り、再度電源を入れて、メニュー画面からゲームを再選択する。あらかじめゲームデータを書き込んだ状態で販売された SF メモリカセットやギガバイトメモリカートリッジをプリライト版という。プリライト版はゲームボーイサービス開始時のスーパーマリオランド3ワリオランドを除きロッピーでの限定予約販売形式が取られ、店頭カウンターでの販売はされなかった。遊び方シートより詳細な情報が掲載された説明書が同梱され、さらにゲームソフトによっては予約特典としてメモリカセット調布用のタイトルシール、ポストカードなどのオリジナルグッズが付属し、店頭での書き換え開始日より数日早く受け取ることが出た。箱は通常品と同一だが書き込み済みであることを示すタイトルシールが貼られた。価格は店頭で新たにカセットやカートリッジを購入し、書き換えをする場合よりもやや安く済むように設定された。ただし、ファイアーエムブレムトラキア776は、ぬいぐるみやビデオなどの特製、図を追加した特別版 DX パックが9800円にて、店頭販売された。販売されたソフトは、サービス開始前にロムカセットで市販された旧作ソフトと、書き換えサービスのために供給された新作ソフトの2種が存在した。ラインナップに投入するソフトの選考や企画は、任天堂とリクルートが共同で設立し、中小ゲームソフトメーカーへの開発販売支援を主業務としたマリーガルマネジメントが担当した。旧作ソフトは、多数の企業がゲームソフトを供給したが、スーパーファミコンにて、ヒット作を発売したエニックス及びスクウェアは参入せず、書き換えカセットの使用上スーパー FX チップなど、特チップを搭載したソフトや書き換えカセットを上回るデータ容量を持つソフトの導入が不可能であったことから、提供されたソフトウェアは限られた。新作ソフトにはこのサービスのために制作されたゲームだけでなく、サテラビュー用放送番組として制作された作品、完成はしていたものの販売時期を逃し遅来時となっていた作品、日本での発売が見送られていた作品もラインナップに加えられた。これらの新作ソフトの中には、プリライト版が販売されたものや、ロムカセットによる再供給もされ、一般市場にて流通した作品もあった。スーパーファミコン用ソフトは、旧作1000円、新作3000円に設定されたが、新作ソフトは後に価格改定や値引きが行われた。ゲームボーイ用ソフトは新作、旧作とも1000円に設定されたが一部例外が存在する。いずれの機種ともローソンでの店頭、書き換えサービス実施時にはローソン発行のクーポン券による値引きが幾度か行われた。2004年には消費税の総額表示義務化に伴い税込み表示へ変更された。参入当時の社名、またはブランド名で50音順。2007年の書き換えサービス終了より前に作品供給を終えた企業も含む。書き換えサービス開始時には遠藤正信を総合プロデューサーに迎え、ファミリーコンピュータ PC エンジン、メガドライブ MSX などの旧作ゲームを移植、リメイクし、新作スーパーファミコンソフトとして発売するスターウォーズプロジェクト、またはいいゲームを残そうプロジェクト、著名な推理作家によるサウンドノベルを定期的に提供するサウンドベルプロジェクトなどの計画が発表された。しかし、旧機種ソフトのリメイクプロジェクトは主に任天堂のソフトで占められ、サウンドノベルプロジェクトは実現しないままサービスを得た。この他ゲームをより長く楽しむために、新たな面や問題など追加データの供給、任天堂64への対応も構想に含まれたが、実現はしなかった。書き換えサービス開始に合わせ、任天堂よりゲーム内容を紹介するカタログ本、任天堂パワー公式遊び方ブックが発行された。この本はゲームの操作方法や内容の説明など、書き換えゲームの遊び方を紹介したページのほか、プレゼントクイズ、書き換えサービスの利用方法を解説した漫画、有名人からのおすすめ、ゲームソフト紹介などの企画ページと、付録となるメモリカセット用タイトルシールで構成された。サービス開始に合わせ、メモリカセット購入者に無料配布されたボリュームレート1997年12月1日のラインナップ各10に合わせ、メディアファクトリーより380円で販売された1が存在する。1998年1月1日には、メディアファクトリーより任天堂公式情報誌マンスリー任天堂パワーボリューム0創刊準備特別号が発行され、360円で販売された。この本には 64DD、任天堂64やゲームボーイの新作情報、任天堂パワー供給ソフト、平成新、鬼ヶ島、同級生に、レッキングクルー98の操作方法や攻略法などの紹介記事が掲載された。巻末では、次号3月下旬発売予定、月間化と予告が掲載されたものの発売はされなかった。サービス開始初期、書き換えゲームの遊び方は、公式遊び方ブックやマンスリーニンテンドパワーへ掲載する形式により公開された。1998年2月以降に発売された新作ソフトは公式遊び方ブックと同様の内容を1枚の紙に印刷した遊び方シートが無料で供給された。1998年7月には、旧作ソフトのラインアップ拡充に合わせ、全タイトルにて1枚、税抜き29円と有料化された遊び方シートの販売で対応され、公式遊び方ブックの販売は、在庫限りで終了した。有料となった遊び方シートは、A4、または A3 の紙へ、ゲームの遊び方のほか、販売管理に使用される3桁の通し番号とバーコードも印刷された。スーパーファミコン用ソフトの遊び方シートには1枚につき1タイトル、ゲームボーイ用ソフトの遊び方シートには1枚につき3タイトル分の内容が掲載された。例外として、ピクロス NP シリーズの8タイトルとラッピー、パズルマガジンシリーズの6タイトルは、それぞれ1枚の遊び方シートにまとめられた。任天堂サービスセンターで書き換えをした際には、白黒コピーされた遊び方シートが無料で渡された。任天堂ホームページ外の任天堂パワー公式ページでは遊び方シートが PDF ファイルとして公開され、無料で閲覧、保存、印刷が可能とされていたが、サービス終了と同時に削除された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。